イヴァン一世ダニーロビチは、モスクワ大公、ウラジーミル大公。モスクワ公、ダニール・アレクサンドロビチの子、イヴァン・カリターと、あだなされる。カリターとは、金袋の意味。最初の日は、アレクサンドル・グレボビチの娘ソロモンニだ。二番目の日は、ウリアナ。息子には、セミョン、イヴァン二世、アンドレイがいる。14世紀初頭、モスクワ公が、 イヴァン・カリタの兄ユーリーであった時代、モスクワ公国とトベリ公国は、ウラジーミル大公位をめぐって競い合っていた。1324年に、キプチャクハン国にて、ウズベクハンの面前でこのユーリーが、トベリ公ドミトリー・ミハイロビチによって殺害され、次の年に、ドミトリーもまた、ウズベクハンによって処刑された後、ウズベクハンは、ドミトリーの弟、アレクサンドル・ミハイロビチに、 ウラジーミル対抗意を与えた。1327年に、ウズベク藩は中ばスされていたバスカク制度の復興を目指し、トベリに息子、チョルを派遣した。その圧政に耐えきれず、生信女就寝祭の日に、トベリ広告で、タタールの圧政に対する民衆の暴動が起き、チョルは民衆によって殺害されてしまう。この時、モスクワ公であったイヴァンカリタは、 ウズベクの許可を得て5万人のタタール軍と共にトベリ公国へ進撃しトベリを破壊。大公アレクサンドルはプスコフに逃亡した。その功績を認められ、イヴァンは1328年にウズベク藩から大公位を与えられた。1337年、逃亡したトベリ大公アレクサンドルはリトアニア大公国の支援を受け、息子ヒョードルと共に イヴァン・カリタに対する反撃に出る。しかし、彼は最終的にはウズベク藩の元に出頭し、一時的には放免される。ものの、イヴァン一世の残言を受けてウズベクはアレクサンドルをサイド藩国に召喚し、そこで1338年に息子ヒオドルと共に処刑された。イヴァン・カリタは、キプチャク藩国に忠誠を誓い、キプチャク藩国の朝税人となって、 モスクワを裕福にした。彼が借りた後、あだなされるのは、この事実による。その財産を使って、周辺の諸公国内部に所領を増やし、その結果、それらの公国は、実質的に、モスクワの支配下に入った。また、キプチャクハンの同意を得て、息子セミオンに、対抗位を相続させて以来、モスクワは、北東ルーシ地方の諸公国の中で、領収的地位を得た。 正教会との関係も重要な意味を持った。キエフと全ーシの不主教ピョートルはタイとベリ闘争においてモスクワを支持し、当時の不主教座がウラジーミルにあったにもかかわらず、継続的にモスクワに滞在した。次の不主教フェオグノストは1328年に公式に不主教座をウラジーミルからモスクワに移した。このようにしてモスクワは正教会と協力関係を強めていった。 モスクワにおける不死教座の存在は、ルーシュの中でのモスクワの優位性を宗教的な面からも支持することになった。ありがとうございます。